ホンダ RA-099 は、ホンダレーシングディベロップメントが、1998年に製作したフォーミュラワンカー。2000年からの F1 世界選手権参戦を目指して、開発されたテストカーである。HRD のテクニカルディレクターであったハーベー、ポスルスウェイトを中心に設計され、ダラーラが製作を担当した。1998年3月、 ホンダのコンストラクターとしての F1 復帰宣言が発表された。この後のテストに向けて製作されたマシンが RA099 である。BAR に買収されたティレルから離脱したポスルスウェイトや電車村がイギリスに拠点を設けて設計とテストを担当。1998年12月に初走行を行い、1999年にかけてテスト走行を重ねた。 シャシーは全体的に太めで手堅いデザインにまとめられている。フロントノーズはそれほど高く持ち上げられずにコックピット前方から緩やかなラインを描きフロントウィング上部に至る。当時エイドリアン・ニューウェイがデザインしたマクラーレンの MP4 から13が始めた低重心なスタイルを踏襲している。フロントサスペンションロアームはモノコックの下場に装着されている。 エンジンは無限ホンダが上段に供給しているのと同じ MF301HD エンジンを搭載した。カラーリングは最初にシェイクダウンが行われたイタリアのバイラーノの時はホワイト貴重ながら赤色のストライプの入ったものだった。本格的なシェイクダウンであるフィオラノの時にはボディは白一式に変わり前後ウィング翼端板リアウィングのアッパーウィングのフラップを呼び サードエレメントだけに赤いカラーだった。その後の1月23から25日のヘレステスト以降は、マシン全体が白色になり、ホンダロゴが入っているというカラーになった。このヘレステストは1999年に参戦する F1 チームの合同テストに特別参加したものだったが、テストドライブを担当したヨスフェルスタッペンカル RA099 が3日間にわたって、 トップタイムをマークした。他のチームからは、規定重量より軽い状態で走っているのではといった声も聞こえるほどこうタイムを記録。その後も各地でテストを繰り返していたが、4月にポスルスウェイトがテスト走行の現場で体調を崩し、亡くなってしまう。この出来事からしばらくして、ホンダはコンストラクターとしての参戦を諦め、2000年から BAR にエンジン供給と車体開発の協力をすることを決定した。当時のホンダ社長であった吉野博之は、技術には興味があるが、チーム運営にはないとのコメントを発表した。テストで使用された RA099 は、その後、ツインリンク、モテキウチのホンダコレクションホールにシャーシナンバー3が展示されており、見学することができる。また、 実際にエンジンをかけての走行テストが行われることもある。シ,ャシーナンバー3でわかるように、本マシンはテスト用に1台作ったというものではなく実戦投入を可能とするようなプロジェクトの規模であり、実践がないにもかかわらず7台が製造された。またモータースポーツジャーナリストの小倉持長は RA099 を作るにあたり、ホンダからダラーラに供与された。 カーボンコンポジット技術により、以後のダラーラ製量産フォーミュラマシンの質が飛躍的に上がった、と述べている。ありがとうございます。